はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューするという内容になっています。で、普段はビジネス系の本をご紹介することが多いです。でその他のジャンルについてはこの動画の再生欄にですね、再生リストへのリンクが貼ってありますので、もしよろしければそちらからご覧いただければと思います。 えーまあ、あの読んだ本のレビューについて、まあ、何かコメントとか感想等あればぜひコメント欄に、えー、コメントをよろしくお願いしますまたチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いしますで今日ご紹介する本はこちらの「えー、ヘルピング・チルドレン私たちは子どものために何ができるのか」というタイトルの本になります でこの本は、えーとまあ、主にです、ねまあ、子どもたちの発育について、まあ、特に貧困にさらされている子どもたちを、まあ、どのように、えーまあ、サポートしていくかその発育をサポートしていくかというような内容になっていますで、えーとまあ、今発育というふうに言ったんですけれども特にです、ねえー、非認知能力と呼ばれるような能力を、まあ、どのようにして向上していくのかというところについて、えー、フォーカスして書かれた本になりますで今日は、えー、私が面白いと思ったところを3点ご紹介したいと思います でまず1点目なんですけども、まあ、非認知能力と言いましたけどもこれらがどういうものなのか、まあ、具体的にはやり抜く力好奇心自制心 楽観的な考え方や誠実さというものを指すんですけれども、まあ、それらについて、えーまあ、どのように育んでいくべきものなのかということで2点目が、えー、と学習の積み木モデルというもののご紹介で最後3点目が、えー、その非認知能力というのが欠如している対象と、まあ、どういうふうに関係性を築いていけばいいのかと、まあ、その方法について。 その3点についいいてご紹介をしたいと思いますで。まず1点目の,その非認知能力っていうのはまあどういうものでどういうふうに育んでいくのかという点についてです。でこれは、えっと、先ほども言いましたけれども例えばやり抜く力グリッドとか最近言われますけれども、まあ、そういうものであったりとか好奇心自制心 また前向きさとか誠実さというものですね、まあ、こういった能力を非認知能力というふうに呼んでいますでこれに対して認知能力っていうのはどういうものかというと、まあ、例えば IQ とかですね、まあ、要は学校のテストの成績とかそういうものを認知能力というふうに言うんですけども、まあ、それに対して、えーまあ、何か成績で表現されるものではないんだけれども、まあ、社会でうまく生きていくために必要な能力っていうのを、まあ、あの非認知能力というふうに言っていますと。 でえーとまあ、ちょっと調べてみるとですねあの最近非常に注目されているあの、まあ、能力だそうで、えーとまあ、この本に限らずですね、まあ、非常に多くの,その幼児教育の本で、まあ、あの概念として重要だということが言われているそうです。で、まあ、それがどういうふうに育まれるかというところなんですけれども。 これはですね、その一般に認知能力っていうのが、まあ、学校でのまあ計算のテストだったりとか漢字の書き取りとかですね、まあ、そういう、えー、とトレーニングによって伸ばされるのに対して、えー、こちらは、えー、と学習を始める前、まあ入,学するまあ、入学が始まる前の親や周囲との関わり方でまあ決まっているということがまあ分かってきたそうです。 でどういうことかっていうと例えばその、まあ、小さい頃この本の中では3歳未満っていうふうに書かれてる内容が多かったと思うんですけども、まあ、それぐらいの、えー、年齢の時にですね、まあ、親が子供に対してすごく抑圧的な態度をとったりとかまた子供がすることに対して、まあ、常にネガティブなフィードバックを与え続けると、まあ、そういうようなことをしてしまうと、まあ、子供のやり抜く力とか好奇心とか自制心っていうのが、まあ、失われてしまうと。 いいううことが分かってきてきるそでですで例えばですね、えー、まあ、この本の中で特に注目されているその貧困家庭においてはまああの今言ったような、まあの不幸な状況というのがまあ生じやすくて、まあ、親御さんがまあ余裕がないとでそういう状況から、まあ、どうしても子供さんに、えー、まあポジティブなフィードバックを与えれることができないとそうすると、まあ、そのお子さんというのはこの非認知能力を育む機会を失ってしまうんだということがまあ問題として挙げられていました。 でこの本の中ではです、ね、非常に面白いなと思ったんですけどもそういった問題に対して教育プログラムつまり、えーまあ、そのお子さんに対して、まあ、学習の指導をするというようなアプローチよりも親子の関わり方を指導するというようなアプローチの方が、まあ、こういう非認知能力を高めるということには効果的なんですよということがまあ書かれています。 もちろんあの教育プログラムによって学習能力 IQ というのは伸びるんですけどもやはり社会で生き,ていくにた、えー、生きていくためにはですねその単純にテストができるだけじゃだめでやっぱり他の人との付き合い方とか好奇心や自制心というのは必須になってきますでそういう能力を伸ばすには、まあ、親御さんがお子さんに対して適切なフィードバックを与えるという、まあ、そこの、えーまあ、教育っていうのが非常に重要だということですね まあこれは非常に印象的でした私自身もちょっと子供と向き合う時にですねもう少し気をつけてみたいなというふうに感じましたでちょっと長くなってますけども2点目学習の積み木モデルについてですでこれはですねそのまあ今非認知能力っていうものについてご説明をしましたけれどもその中でもやっぱりある程度上位概念下位概念っていうものがあって例えば自制心とかストレス管理といったような、まあ、基本的な、えーまあ、より下位の能力が育まれていないとその上位の例えば社交性とかレジリエンス とか好奇心とかまあ、そういった能力っていうのは育ってきませんよというような内容ですでなぜ積み木と言ってるかというとまああのそのままなんですけれどもまあ海外年があってその上に上位概念中位概念っていうのが乗っかってますよというような考え方ですねでえっとまあ、これらはですねあの非認知能力だけではなくてあの先ほど軽くご説明したような認知能力まあ、iq とかテストの成績といったような 能力を伸ばすための学習にも非常に大きく影響を及ぼすのであのまずは非認知能力の中でも自制心とか、まあ、ストレス処理とかですねそういったところをきっちり、えーまあ、対処できるようにしていくっていうのが重要ですよということです、まあ、当たり前なんですけれどもやっぱりこう何かに集中できないとかですね、えーまあ、ストレスがかかってくるとすぐ諦めてしまうと、まあ、そういうような状態ではやっぱり勉強も長続きしませんのであの認知能力の方もまあ影響が出てくるということですね。 で最後3点目ですで、えっと、これは非認知能力がまあ欠如しているまあ人たち、まあ、そういった集団に対して、まあ、じ,ょじゃあどのように、えーまあ、関わっていけばいいのか、えー、向き合っていけばいいのかという方法について説明がなされています。で例えばですねあの最初の1つ目のところでご説明したような幼少期に非認知能力を伸ばせなかったような、まあ、生徒とか、えーまあ、大人っていうのは まあ、敵対心とかです、ね、攻撃性っていうのが、えーまあ、相手に対して強く向いてくることが、まあ、多いと。 いうふうに知られています。で、まあ、そういった相手に対してもですね、えー、まあ、相手の非認知能力があることを期待する、またそれが伸びることを期待するというようなアプローチを取ることによって、えー、まあ、相手の認知能力っていうのを引き出していくことができるんですよということが書かれています。で、これはあのー、やはり非認知能力を伸ばすのには、まあ、若年期のその親との付き合い方とか、周囲との環境が大事だというふうに言われてますので、えっ、ー、と、それが伸びますという話じゃなかったと思うんですけれども、例えば。 えーまあ、テストの成績だけでもですね、えー、伸ばさなきゃいけないというような時にやっぱ相手がちゃんとやり抜くことができると期待したりとか相手の好奇心に期待したり自制心に期待したりとか、まあ、そういうことをすることによって、えーまあ、少なくとも認知能力、まあ、テストの成績とかですねそういうものは、えー、引き出すことができるんですよということが書かれています。えーまあ、例えばですね日頃、まあ、そういうような敵対心とか攻撃性の強い生徒たちに対して 先生がまあ一言メッセージを添えておくと例えば「あなただったらこの課題は解けると思います」とか「あなたの非常にユーモアなのあるまあ考え方を生かしてこれは解くことができると思います」とか、まあ、そういうようなメッセージを一言添えるだけでも、えー、まあその非認知能力っていうのを持っていない、まあ、そこに欠如を があるような生徒さんはそれをもう見ることによってまあ安心できるというか自分たちの非認知能力をこう補うような形でえまあ成績を上げることができるということがまあ書かれていましたでこれはですねその例えば自分自身を動機づけるときにもまあ活用できるアプローチだということもまあ書かれていたと思いますはい。 えと今日は以上なんですけれども、えー、まあちょっと内容がですね、難しい内容だったかなというふうに思うんですけれども、まあ、自分自身、子供が今いて、ですね、あのー、まだ小さいんですけれども、まあ、そういった子どもの頃に親がどういうふうに子供に向き合うかということが、まあ、子どもの人生全体に対してですね、まあ、大きく影響するということがまあ分かりました。 まあこういった知識っていうのはやっぱり知らなくてですね時間が過ぎてしまうとあのもう取り返しのつかない部分もありますので、まあ、今回こういう本を読んでみて、まあ、非常に勉強になったなということをまあ感じました、はいえー、もしよろしければチャンネル登録と、えー、グッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします